東京は皇権天皇が寵愛したそうでありながら、皇位を狙った悪党として、日本三大悪人の一人に数えられています。皇権天皇は数少ない女性天皇であり、東京はうまく取り入っていきました。皇権天皇は、日本史上6人目の女性天皇です。父は政務天皇、母は光明皇后で、弟である第一王子、元陽が陽性し、他に適任者がいなかったことから、749年に政務天皇が上位し、皇権天皇が即位しました。以降、光明皇后とその甥の藤原中麻呂のサポートを受けて政治を行っていましたが、758年に母である光明皇后の看病を理由に、藤原中麻呂の甥王に皇位を譲り、皇権天皇は上皇となりました。そして甥王は、順任天皇として即位しました。皇権天皇と同郷が出会ったのは、その3年後の761年のことでした。760年に光明皇后が崩御すると、後見上皇と順任天皇藤原中麻呂と関係は不和になっていきました。761年に平城宮を改修するために一時的に東近江の国洞の宮に移した際、後見上皇は実母が亡くなり気落ちしていたのか、病に伏せってしまいます。この時家事祈祷を行い、献身的に看病したのが湯気氏の僧である同郷だったのです。同期、両派で大乗仏教宗派の穂、宗宗の高僧、義円の弟子でした。サンスクリット語が堪能な同郷は宮中の仏殿にはいることが許されていました。後見上皇は女性天皇であるがゆえに生涯独身である必要があり、子がなかったため、常に後継問題のストレスにさらされていました。同郷はそんな後見上皇の心の隙間に入り込み、信任を得ていったのです。当然、夜の営みもあったでしょう。後見上皇は同郷にメロメロでした。藤原中麻呂や順任天皇は、そんな後見上皇をいさめますが、後見上皇はこれに激怒。後見上皇と順任天皇は一触即発状態になってしまいます。762年、後見上皇は順任天皇が、不幸である、として仏門に入り別居し、政務を自身が取ると宣言。764年9月に藤原中麻呂が軍備を始めたことを察知した後見上皇は、順任天皇から軍の指揮権を奪ってしまいました。藤原中麻呂は、藤原中麻呂の乱を起こしてこれに対抗しますが、敗れて排除されます。そして順任天皇を廃して流罪にすると、後見上皇は同年10月に再び皇位に返り咲き、聖徳天皇となったのです。唯一出家したまま即位したのです。崇徳天皇は、東京朝廷の最高位である、大慈陽大禅師に任命。湯気の清人ら、東京の実弟をはじめ、東京に縁のある者も、朝廷において高い地位を与えていきました。さらに聖徳天皇は同郷に、法王、という地位を与えました。法王とは宗教上、天皇よりも身分が高くなるということ。異例の出世を遂げた同郷は、聖徳天皇と共に仏教中心の政治を展開していきます。そんな中、769年、聖徳天皇と同郷にまつわる、皇室の歴史を揺るがす大事件、宇佐八幡宮神託事件、が勃発します。同郷の弟である湯気の清人と太宰府の子孫の中富の菅野麻生麻呂が、同郷を皇位につかせれば天下太平になる、という宇佐八幡宮の神託があったと聖徳天皇に話しました。実は、中富の菅野麻生麻呂も同郷の仲間でした。聖徳天皇は喜び、神託の真偽を確かめるためにわけの清麻呂を宇佐八幡宮に派遣しました。ところがわけの清麻呂が受けた神託は、天の御棺は必ず帝の死を継がしめむ。無道の人はよろしく早く排除すべし。皇位は皇族が継ぐもので、無道の人である同郷は早く排除した方がいいというものでした。この神託により、同郷は天皇になることができなくなってしまったのです。怒った聖徳天皇はわけの清麻呂にわけべの汚な麻呂という屈辱的な名前を与えて流罪にしました。同期、両もわけの清麻呂を暗殺しようと試みますが、急に雷雨が巻き起こり、実行は阻止されたと言います。この事件により、同郷は女帝をたぶらかして、皇位を狙った不届き者として、日本三悪人、に数えられました。後世では、江戸時代には、同郷は座ると膝が三つでき、といったハレンチな川柳も囁かれていたとか。なんでも、同郷がタキションしていた時に、蜂が飛んできて、同郷のデザートイーグルに針を刺したのです。そしたら、日経の波は、ロケットランチャーにまで跳ね上がり、元に戻らなくなったとか。しかし、同郷が天皇と交わったとの証拠は残っておらず、同郷の無実説もあります。同郷は長年の功労により、処刑まではされませんでしたが、弟の湯気の清人ら、親族4名は土佐に流されました。同期、両派下野の国の下野薬師寺別当に左遷され、そこで没します。同郷は死後、一庶民として寂しく、葬られたそうです。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。